きる言霊お届けしますよ。お前にあげる取り付いた礼は笑顔で配りましょうね。そうなんですよね、自分に持ってる人じゃないんですよ。なのね、取り付いたらじゃあねあげるからね。私結構人にあげたりもらったりしますよ。礼だってね、そうそうね、あた、取り付いてる場合じゃないんですから。そう、笑顔でね、嫌なもんでもこれさあげるからね、もらった人がどうなったって知ったこっちゃないんです。差し当たって自分が良ければいいんですから、っていう考え方も生き方なのかもしれないですね。取り付いた礼、どうぞあげてやってください人に、それで助かるんですから。風と同じですよ、人に風邪うつしたら自分治るのね。人生いいことも悪いこともその日のうちに成仏させて、で新しい一日楽しみましょう。それじゃまた明日。お前にあげる取り付いた礼は笑顔で配りましょう。それじゃあまた、いつかこの場所で。赤い斑点着せましょうか。こんな変だな、変だな、変だな、いるんだろ、おい。